こんにちは、ヨですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。ネット検索力がないとあなたは生涯損をする検索力の鍛え方っていうところについてね、話をしていきたいかなと思います。 質問いただきました。りょうさんは今の時代の IT スキルで初心者に一番必要なものは何だと思いますか私はパソコンを持っておらず、スマホも何年も前の画面が割れているものを使っています。買い替えたいのですが、先にそのお金でパソコンを救う行くべきか迷っています。りょうさんのお考えを聞かせてほしいですってことでね、話をしていきたいと思います。結論から言うと、今の時代に必ず必要なスキルの一つが検索力です。この検索力の差っていうのは、情報格差になるんですね。検索力がないと、情報格差が生まれてしまうんで、ここでね、人生を大きく損してしまうんですよ。だから から、ちょっと知ってるだけですごく得するってことですね。で、質問力が大事だよって話を前にしたことあると思うんですけど、質問力以上にね、この検索力の方が大事かなと思いますね。この質問力を磨くっていうね、こちらの動画も参考にしてほしいんですけど、この検索力ですね、これもうものすごく大事ですね。解説もう少ししていきますね。検索力を磨くことでね、人生で何をするにも得する人になれるんですね。検索力を磨くと、例えばお金の面で言うと、安く物を買えたりとかね、高く逆に売れたりとか、サービスを安く受けれたりとか、何を 普通にも損しなくて済むんですね。いろんなことを知ってるっていうだけで、これが怪しいなとか大丈夫かなと思った時に、ちょっと検索するだけで、騙されたりとか損をする可能性っていうのはぐっと減るんですね。質の高い情報を知ってれば、周りの人よりもね、何本も先を行けると。この検索力がある人っていうのはね、お金とか、いろんなので本当に得するんですよ。時間にしてもそうですね、検索力がある人の方が時間の効率化ができるし、図でも聞けるしね、相手の時間も奪わないですよね。人に聞くと相手の時間を奪っちゃいますけど、検索する分に相手の時間を奪わないで、自分一人で完結しますよね。人間関係にしても、 情報を持ってる人っていうのは今後の時代価値が高いんですよね。いい情報を先出しすると人が集まるし、もちろんこれだけで人が集まるわけじゃないですけど、でもいい情報を先出しできる人っていうのはやっぱ人が集まるんですね。豊かな人間関係を築いてる人とかね、そういう人の考え方に触れることもできますよね。だからやっぱり人間関係の構築にしても上手になりやすいってことですね。で、その他と、生きること全てにおいて得をするんですよ。知ってるっていうことがね、知識は武器だよって話をよくするんですけど、その知識を得るための一番の最良の方法が今の時代この検索力なんです だからこののの検索力っってていいううを磨くっていうのは本当に大事なんですよ僕自身ね、日々本当にたくさんの質問をいただくんですけど、Google で検索するっていうね、通称 Google って言うんですけど、Google 発想がない人が本当に多いんですね。質問するよりもはるかに早く調べれるし、まさに僕に聞いてる内容を検索するだけですぐに答えて出てくるのになっていう人とかたくさんいるんですよね。非常にもったいないとで。いろんな情報にアクセスできるんですよ、今の時代っていうのはね。 だから、自分でまずは調べるってね、これが大事なんですね。昔だったら図書館に行くとか、なんか本当に人に聞くとか、いろんなね、そういうことが必要だったと思うんで、検索力より人に聞くっていう能力がすごく大事だったと思うんですけど、今の時代は検索力ですね。じゃあどうやって検索力を鍛えればいいかってことになると思うんですけど、知ってる人からすると当たり前のことだと思うんですけど、検索の方法自体がよくわからないっていう人もいると思うんでね、検索の仕方を解説しますと。大前提として質問のところにあったんですけど、やっぱりね、スマホを持ちましょうと。スマホはね、小さいノートパソコンと同じなんですよね。 業とかをやるんだっっったらパソコンがが必須になててくるるるんででですすけけど生きるって意味では今のの時代スマホの方が先ですね持ち歩けるとかそういうい意味ででポケットに入れとけるんでねだから、どちらか一つ、パソコンかスマートフォンを選べって言われるんだったら、スマホの方がね、僕は先かなと思うぐらい、本当にスマホ重要ですよ。なんで、スマホは最新までいかなくてもいいですけど、やっぱある程度新しいものにしましょうと。充電が持たない、全然もうバッテリー持たないスマホとか、もう画面が割れてるとか、小さくて見づらいとかね。やっぱりそういうのは全部時間効率がすごく悪いんで、ここはね、やっぱり投資をしましょうと。最低限の を整えるってことですねそれが大前提 それから、まず人に聞く前に検索する。これがね、検索力を鍛える、すごく大事な方法ですよ。人に聞く前に検索する習慣を身につけるってことですね。まずは Google んだと。聞かぬは一生の恥っていう言葉もね、ありますけど、と、昔前だったらこれで正解なんですけどね。今の時代はやっぱりこの Google 先生に聞かぬはもう一生の損だよ、みたいなね。思いますね、僕はね。もちろん人に聞くってことも大切なんですけど、やっぱ人に質問する前に先に自分で調べるってことですね。何も考えてない。とにかく相手に聞くっていう質問っていうのは、相手の時間を奪う っていいいう発想がない人がな人多いんですよ抵抗してる人とか優秀な人とかそういう人たちってやっぱり自分の時間っていうのを大切にしてる人がすごく多いイメージがあるんでやっぱりね時間を大切にしてくれないなこの人はっていう人にはやっぱりよくしてもらえないんでね結局それは自分が損しちゃいますよってそういうことですね相手の時間を大切にする人は相手にもやっぱり自分を大切にしてもらえるんですよっていうことは結局自分が得をするとだからもちろん人に聞くのも大事ですけどまずは先に自分で調べましょうってうことですねじゃあ実際にどうやって検索したらいいんだってことなんですけど Google で で検索すするってことですね検索の基本ですよね。大阪駅で美味しいラーメンを食べたいんだったら、大阪駅で美味しいラーメンを食べれるところを教えてくださいって、まあ、人にだったらそうやって聞くんですけど、Google への聞き方っていうのがあってね、間違いじゃないんですけど、ちょっとこの聞き方だったら三角なんですよね。キーワードで区切るんですよ。これだったら大阪駅美味しいラーメンとかね。 大阪駅おすすめラーメンとかね。そうすると検索結果が出てきますよね。で、ここから、まあ、いろんなサイトにまた飛べるんでね、おすすめサイトとか、まあ、個人がやってるサイトもあれば、企業がやってるサイトとかもあるんですけど、いろんなところに飛んでいくと。1985年っていう数字があったとして、あれ何年だったっけ昭和何年だったっけ平成だったっけとか、その時とかだったら、1985年スペース西暦スペース割歴って感じで打つと、検索結果が出てきて、答えに近いサイトに飛ぶ。非常に最近 Google 優秀なんでね、昔と違って、本当にある程度打てばもう大体出てきますから。 で、このスペース使ってるのは何かっていうと、アンド検索っていうんですよ。 キーワード、スペース、キーワードっていうね。例えば、一郎ってだけ検索するとするじゃないですか。一郎に関する情報ってたくさん出ますよね。一郎の成績なのか、一郎の最新の状況なのか、今何してるのかとか、一郎のプロフィールなのかとかね。だから知りたいキーワードに絞り込むんですよ。一郎、スペース、出身校とかね。そうしたら一郎かつ出身校っていうワードが含まれる関連性の高いサイトが出てくるんですね。もう一つ、このオア検索。キーワード、スペース、オア、スペース、キーワードですね。例えば、冷たいものが食べたいってね。 アイスクリームも食べたいな、かき氷でもいいな、どっちでもいいな、みたいなね。で、それぞれアイスクリームとかき氷どこどこ検索するのめんどくさいな、っていう時に、アイスクリームスペースオアスペースかき氷って検索するんですよ。そうすると、アイスクリームかかき氷かどっちかのワードが引っかかれば表示される。二つ三つのワードをまとめて検索したいみたいなね。ワード二つじゃなくて三つでも四つでもできるんですよ。で、覚えといてもらったらちょっと便利と。それからマイナス検索ですね。こっちの方が使うこと多いと思うんですけど、例えばね、自分が iPhone 使ってるとして、iPhone のおすすめのゲームを知りたいと、スマホ、スペース、おすすめ、 スペース、ゲームね。あと、アンドロイドのアプリも出てきちゃって、アンドロイドの検索結果除外したいってい時に、スマホ、スペース、おすすめ、スペース、ゲーム。で、スペース、マイナス、アンドロイドってやるんですよ。そうすると、さっきの検索結果からアンドロイドが除外されるんですね。一部のこの余計な情報を除外したいっていう時に、すごく大事なんでね。その他よく使うワードとしては、ま、いろいろあるんですけど、〇〇とはってね、とはってよく使いますね。例えば、単語の意味がわからない時ですね。 OS って聞いたことあるけど、どんな意味だろうとか。まあ、それ以外何でもそう、知らないワードとかが出た時に、〇〇とはって言ったら、検索結果に出てくることが多いですね。で、読み方とかね。この漢字なんて言うんだろうみたいなね。何々読み方。そしたらああ、あー、リカンって読むんだとかね。そういう風うにま出てきますね。僕もこの辺とかよく使います。読み方とかね、ちょっと難しい漢字とかだとわからないこととか結構あるんでね。メリット、デメリットとかもよく打ちますよね。いい面とか悪い面を知りたい場合ですね。そういう風に使ったりとかしますと。で、目的の検索結果が出ない時は、キーワードの言い回しを変えてみましょうと。例えば 格安安っっって言ってててて言るるるるるののをまあ激安格安ととだたたらまあ似んんんでででで出出くく思ううすけど、まあ、キーワーワドの言い回しを変えることでまた違う検索結果が出てくるんでね日本語を英語表記にしてみるとかね、その逆とか、iPhone って言ってたのを iPhone にしてみるとかね、まあソニーをソニーとか、そういう風にするだけでも国的の検索結果にたどり着けることってあるんでね。この検索って本当重要なんでね、ぜひ使ってください。最近ね、結構優秀なんでスペース入れなくてもある程度のね、検索結果出たりするんですけど、このスペースを入れることで結構 Google がね、判断しやすくなって、両方の検索結果に合致するもの 認識してくれるんでぜひね、このアンド検索使ってください。で、Google で検索して見つからない場合とか、Twitter で検索するっていうのもなかなかおすすめで、特にトレンドですよね。リアルタイム性が欲しいものっていうのは Twitter で検索するとね、うまくいくことが多いです。最新の情報をね。Google とかの場合、記事とかニュースにならない、文字にならないといけないんで、検索結果っていうのに表示されるまで、ちょっと時間がかかるんですよね。例えばどういうものが向いてるかっていうと、地震とか交通事故とかね、電車が止まったとか、これって人のつぶやきの方が早いんですよ。今どうなってるかっていうのをざっくりでいいから知りたい。 とかね、信憑性に欠ける場合とかもあるんですけど、個人がつぶやいた内容の方が向いてる記事とかそういうのがあるんですよね。だからそういうものはツイッターで検索してもいいしね、人の口コミとかそういうのとかもね、ツイッターとかだったら早い時が多いですね。で、ツイッターアカウント持ってる人はツイッターで検索してもいいし、ヤフーリアルタイム検索っていうのがあるんで、これとかを使ってもらうと結構最新のワードとか話題のキーワードっていうのが出てきたりとかするんで参考になるかなと思います。ニュースとか置いたい時とかね、話題のキーワード選挙とかね、ドラマとかまあ結構いろ,いろ話されてますけど、ツイッターの方がリアル タイム性があるよってことですねそれから YouTube 検索。これも大事ですね。Google と同じキーワードで打ってみるといいと思いますね。同じように保険スペースいらないとかって打つといろんな検索結果が出てますよね。Google とはまた違った結果になったりとか、音声とか動画だからこそ深い内容とか話してくれてたりとかねするんで、YouTube で検索してみるっていうのもすごくいいです。これらを検索して検索結果で手にした情報っていうのをもとに自分で考えるっていうのが大事です。肯定する意見とか反対する意見とか知らなかった知識とか、いろいろあると思うんですよ。 知らなかったことを知った上で、自分はどう考えるかってことですね。怪しいなって思ったんだったら、ネガティブワードでも検索してみましょう。例えば、FX 自動売買、スペース怪しいとか、デメリットとかね、YouTube とかで検索したら、FX をやった人でこうやって破産した人の動画とか、結構リアルタイムのやつが出てくると思うんで、いろいろね、検索してみたりするといいと思います。もしくは、この人どうなんだろうって思ったら、検索してみるっていうのも大事ですね。で、もちろんこういうデメリットって言って、情報が出てきたからって言って、これまた必ずね、悪いかっていうとそうでもないことがあったりするんですよね。わざとデメリット 見せててておいいいいここれは悪いからっっちのもののも方がいいよって結局悪いものを紹介するようなアフィリエイトとかがあったりとかまあそういう手法とかがあるんでやっぱり情報っていうのは精査していかないといけないですよまあ答えが見つからなかったらまた繰り返してね Google とかで検索し直すってことですね検索して解決しない問題はほぼないと思った方がいいですね聞いてる上で困ることとかはねもうほぼネットに情報にあるんでもちろん釣り情報とかね騙す情報とかもあるしすぐ答えにはたどり着けないかもしれないけどねそれも含めて勉強ですね 自分で、考えるっていうのがすすごく大事なんですねでねまとめて。今の時代に大事な能力は検索力です。まずは人に聞くより Google に聞くと。検索力があればほとんどの問題は解決できますとで。検索方法は Google で調べるとか、Twitter y a h o o リアルタイム検索で調べる、YouTube で調べると。様々な検索方法を使ってみましょうと。and 検索、オーアー検索、マイナス検索とかね。いろいろ使ってみましょうってことですね。キーワードを変えたりもしましょうと。それから、どうしても知りたい情報が見つからない場合、わからない場合っていうのは、一時情報を持ってる人に聞いてみましょう。知ってる人に聞いてみましょうってことですね。 ただ、自分はこう考えてこのように行動したとかね。やっぱりそれがある前提ですよ、と。で、相手の時間を奪ってるっていう考え方を持つんだと。相手の時間をなるべく奪わないように短い文章でね。かつ、大低減、丁寧にね、伝えると、教えてもらえるかもってことですよね。これは教えてもらえること前提じゃないですよ。たまに教えてもらえること前提と思ってる人とかもいるんですけど、普通はね、答えてくれなくて前提ぐらいで思っといた方がいいですよね。だから、相手からするとメリットないですからね。特に、丸投げの質問は NG ですよ。どう思いますかみたいな。例えば、FX ってどう思いますかみたいなね。不動産投資ってどう思 いますかとかとねこの人どう思いますかとかね。どう思いますかの範囲が広すぎて、この人は調べてないんだなってことですよね。わからないことわからないままにしておくっていうのはやっぱり良くないですよね。わからないって気づいたなら、まあ、調べて解決していきましょうってことですね。できることはね。で、深く調べると。表面的な部分だけじゃなくって、どんどんいろんなキーワードとかサイトを見てみるんですよ。一つの調べたいことに対して、ネガティブな面とか、他のちょっと関連性のあるワードとかね、いろんな人の意見とか、いろいろ見てみることで、だんだん深い知識が手に入るんですね。うまくいく人っていうのは自分で考えて行動する人ですね。 ただ、最初はみんなやっぱり初心者からなんで、それは問題ないですよと。焦る必要はないし、日々コツコツとね、やっていったらどんどん成長していくんでね、これからも共に学んでいきたいなと思ってます。以上参考になれば嬉しいです。オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。リベダイ YouTube では、お金にまつわる5つの力を鍛えるための情報発信をしていますが、リベシティでは、その中の、貯める力の強化に現在力を入れています。貯める力の強化のために、家計簿は必要不可欠ですが、 皆さんは家計簿をつけていますかリベダイでは資産が増える家計簿こそいい家計簿だと伝えています。そんないい家計簿のつけ方をしっかりマスターするための情報がリベシティに揃っています。この機会にぜひリベシティを利用してください。一緒に資産増加のスピードを加速させましょう。今日が人生で一番若い日です。これからもしっかり学んで行動して自由への道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。それでは今日もいい一日を。